青春足りてる？大丈夫です。どうもしろです。ジョンです。セイヤです。ヤセイキです。ヨナロです。今日の企画は男がギュンとくるあざとさ50連発。まあ、いろんなあざとかね、はいはい、まあ、50連発テンポよく行って、はい、どっちが効く、はい、これは効かんぞとか、はいろいろあると思うんでやっていきましょう。はいはいはい、ある程度のあざとさなんかめっちゃ効くからね。そうですね、基本効くからね。あざとい方がいいからね。いいのいいのね。落とし合いだったら、でもこれちょっとやりすぎやぞみたいなのはまあまあ効かないで判定して、はいはい、していきたいと思います、はい、それではやっていきましょう。丸まった肩ピトってくっつけながらマグカップ両手で持ってフーフー。聞く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 聞かない好き。おっ、なんで？ベタすぎ。うん、別に何も思わん。おー、ピト。あ、肩ピトか。そうやで。聞くで。何やねん。ディズニーで彼氏と動画撮ってて上目遣いして無言で唇に指当ててキスおねだり。聞かない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 。好き。ちょっと難かった。そういうのが多いね。1個でいい。うん、ディズニーじゃなくていい。ディズニーじゃなくていいし、別に。腕におっぱいを乗せて話を聞く。聞く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 好き。しまったゴー。これが現実。どういう状況なんだ。思う。いや、そうやな。どっちの腕。そっち。そこあそこまで発展した。どっちの腕かしかも変わんの。相手の腕か自分の腕か。いや、そう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 。あ、そういうこと。お前右手か左手か。お前アホやろ、お前ほんまに。一人アホ曲げに行ってますよ。慣れてください。慣れてください。早く慣れて。慣れてください。体のラインが出るワンピース。聞く聞く聞く聞かない聞く好き。どうした。聞かない。ライン出てる服あんまり好きじゃないんです。いやそんな気持ちもわかるよ。嘘やん。ファッションとして好きじゃない、やっぱり。アイコンにパジャマや部屋着の写真。聞かない。やりすぎ。聞かない聞かない聞かない好き。あ、やっぱこれはそうなんすね。やりすぎ感を感じてしまって不安になっちゃう。大学生の時は多分めっちゃ好きだった。何も思わないっていう感じだな、これは。あ、そう。ダボダボパーカーかけるショートパンツ。好き。聞く聞く聞く好き。テンパリの出た。好きだよ。溢れすぎちゃうと好きって言っちゃうの。出ちゃう出ちゃうでしょうから。これさ、なんでこんなんいいやろな。もっと増えた方がいいよ。絶対モテるんだから。いやでも着こなすの多分ちょっと意外とむずいんじゃない。まあそうやろ。マジ？分からへん。いやこんなファッションはどうでしょうか。ひらひらのミニスカート。聞く聞く聞かない聞かない聞かない。好き。うわ大人。どこ？なんかただのファッションって見方しちゃうから別に何か聞くとかじゃない。あ、でもちょっとあざといいなと思う。そう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 。あ、好きじゃないあざとさかもしれない。そう。色の違うね。素足じゃなくてデニール薄めのタイツ履きます。聞かない聞かない聞く聞く聞く好き。そう。タイツ履いてた方がエロいと感じる派でしょ。あ、自己保証。あ、そう。破いたこととかないんや。ないですね。破きたいとも思わないんや。はい。はあ、これは。あいつだね。はい。ちょっとこっちまで喋るわ今日。やばいやばいやばい。エッジ誘いたい時対面在の姿勢からのエッジしたくなっちゃったって誘う。聞く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 好き。手のひらをマッサージしてあげる。聞く聞く聞く聞こない聞く好き。はい、そんな人類いいな。いいか。手ないこれ手ないから。どういうこと？手マッサージされたことはあるやろ？あるある。テンション上がるやろ？いや、あんまり上がんないっす。え、気持ちよくないの？リラクゼーションの気持ちよさや。お前そんな気持ちで気持ちすんなよ。そうだよ。ちょっと受けんなよお前マッサージ。全然どうぞ喋んなよ。言い過ぎ。おせっせ中に手繋いでっていう。聞かない聞こう聞く聞く聞かない好き。ねねね、聞いてっていうライン。聞かない聞こう聞く聞かない聞かない好き。リップ塗った後のうんま聞く聞こう聞かない聞く聞く好き。マジっすか。まあ別にやな、何も思わへんな。この距離でやられてた。そうですよ。怒ったな。怒った。水の中いた。溺れてた。溺れてたよ。一瞬動揺という水に飲まれましたね。髪や服に何もついてないのに取るふりをして彼に触れる。聞く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 好き。今度分からんかったら絶対聞くもんな。上手やなこれは。疑ってないからな。呼ぶときジョンジョンってソフトタッチ。聞く聞く聞く聞かない聞かない好き。どうしたなら。奈良県で何かあった時に使う。これはちょっとやっぱあざとさあふれがすごいくらいさ、やりすぎってこと。なあなあとか言われながらジョンジョンってやれたらってなるけど、シンプルにジョンジョンってやれたら、まあ、分かる分かる。難しいなこいつら、ほんまに。呼ぶとき触らんでええやんって思っちゃうし。難しいなお前。これまでじゃないから。何でよ裏切り。その顔見てほしいわみんなに。目真っ暗やから。昨日夢に出てきましたと伝える。聞く聞く聞く聞かない聞かない。何やねん。これが何がどうなるんすか。潜在的になんか意識してくれてんかなみたいな感じやろ。なるほど。誰そうだろう。反応しろ。めっちゃ好きな子っていうことで考えてるってこと。いや、それは
ずだろ。いや今日俺そんなでもちょっとドキッという大体そんなでも嬉しいで、会社の同僚とかに昨日夢に出てきたんすよ世界監督とか、嬉しい、可愛いとはなるな、嬉しいなとなるから、キュンとなるってことです、なるなるなる、ちょろ、絶対ここでいたしたらダメっていう場所でギリギリまで攻める、聞く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 、スキー、外ではスケスケの服の下にキャミソール着てって彼の家の中でキャミ脱ぐ、聞く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 、スキーキャミソール好きなんやな俺、いやわかりますわ、キャミソール好きなんすよね、わかるわ、でしそれこんなに深くキャミソール好きな人あんまり会ったことない、あんまり、ちょっとインスタ投稿するとき俺らハッシュタグキャミソールだけ、なんで全然関係ない、ご飯行った帰り道楽しすぎて帰りたくないなとつぶやく、聞く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 、スキー、清掃で落ち着いた服の中身やノエロ下着、聞く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 聞かない、スキー、なんで別にこのギャップ僕そんな欲してないんで、別にエロにエロでも全然いいし、それはもういいけどな、よりって感じじゃないんで、あんまり、そんな人類いたんだ、明日暇なんだよねと言ってたので、じゃあ私とご飯行くって誘いました、聞く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 、スキー、わ積極的やな、嬉しいな、しまい、可愛いって言われるの分かっててめっちゃ目見つめる、スキー、聞く聞く聞かない聞かない、スキー、あそうなんや、可愛くない、いやー、どういう感じ、可愛いと思ってやってるんちゃうかなっていうふうに、あざとセンス結構ハードだね、モテるから、SEQ はそんなことないって、可愛いと思ってやってるんちゃうかなって思った瞬間にちょっと嫌かも、どうですかこれ今、お前のことそんなことないってのこの手の動きが嫌だ、何をキュッてやったの、空気止めようと思って落ちてたチンゲを拾って自分の前髪にこれは、これ呼ばれへんな、ちょっと呼んでくれ、落ちてたチンゲを拾って自分の前髪に当てて同じ長さってやったらなぜか彼氏に刺さりました、聞かない聞かねえ聞く聞く好きなんで聞くやろ、その話本来なんか汚いもんやけど、それをなんか大事にするというか、あ、自分の前髪に当てるとか、そういうことでしょ、あ、ちょっと待って、なるほど、聞くわ、今イメージしてみ、可愛いなって思うから、俺チンゲないんすよね、パイパイやからこいつ、ボケそうになった時とか、あってちょっとめっちゃ声出す、聞く聞く聞かね、聞かない、聞く、好き、ごめんなさい、なんか自分であっとか言ってキッシャー多すぎる、なんかどうしたって感じ、そうそう、なんか突っ込んでも終わりそう、足で艦隊なんか、あ、そうそうそう、俺テンション上がるけどな、おしくろ聞かへん、聞かへん、基本マジで全部聞いてる、解禁解禁、高身長で本当は届くけどわざわざ高いところにあるもの取ってもらう、聞かない、あ、これ聞かないかも、聞かない、聞く聞かない、好きけど俺より背の低い高身長だったらいいのかも、あ、そういうこと、168とかも高身長言われるから、それだったら俺聞くかも、なんか自分より背高い人を想像してしまった、高身長の子もやっぱそういうシチュエーション憧れてるんやろなって思ったらちょっと可愛く、あ、そういうことか、まるまるくんと同じ香水にしたのって髪流して鎖骨見せて匂わせた、これ価値格、聞かない、聞く聞かない聞かない聞かない、好き、え、マジ、これ絶対最後の文章に聞きに来なかったから聞かないしって思いやすい、いやいやいや、俺髪こうやる人そもそもなんかあんまりないよな、せやね、俺それは好きなんやけど、その同じ香水にしたのが全然嬉しくない、ああ、そう、その子はその子の香水使ってほしいよな、そうだね、それはそうだね、一人称があだ名、聞かない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 、好き、部屋着がモコモコ、聞く聞こう聞く聞かない聞こう、好き、ああ、もうその境地ですか、なんでなん、服こだわってるから、いや、ちょっとごめんなさい、言い方悪いですけど、何年か前なら聞いてたかもしれないです、ああ、なるほどね、先に言ってんだね、席はちょっとやめてくれてない、どういうこと、飲んでる時酔ったら机の下で足絡める、これがこの後ホテル行ってもいいよの合図みたいな、行く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 、すげえ、行くね、これはみんな行くやろ、これは行く、あ、これね、ないんだよね、まだ、いや、俺もないわ、ある人います、絡められたことないね、これありそうな、俺はちゃんとしてる、ずっと立ってたよ、ほんまにずっと立ってました、シュッてやったよ、このいじりだけ却下したい、びしょびしょな男ってちょっとなんか嫌じゃない、どうせ濡らされてたんだろ、びしょびしょだろ、びしょびしょだろ、びしょだろ、幸せそうにご飯食べる、聞く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 、好き、好きなタイプを聞かれて相手に当てはまるように寄せていく、聞く聞く聞く、聞かない、聞かない、好き、な、ちょっと分かるもんな、あ、どうだね、嘘ついてほしくない、手つなぐときはあえて2、3本しか指絡めない、聞かない聞かない聞かない、聞く聞く、好き、可愛いパジャマ買ったんですけど見てくれますかって伝えました、聞く聞く聞かない、聞く、好き、彼氏と別れたばっかりなんだよねとフリーアピール、聞かない聞く
聞く好き。普段は声低めだけどエッチの時だけ甘めの声。聞く好き。会う時は合いますね。揃います。あ、何も当たり前なこと。外出る時服着ますからね。当たり前やすぎ。丸丸してって言ったら怒るって聞きながらお願い事する。聞かない。聞かない聞く。聞かない。好き。異性にされてキュンとする仕草は何ですかと質問して返ってきた答えを時間差でする。聞く聞かない。好き。いや、あざといというか、なんか言ったからやったなっていうのがね。いや、ね、いや、そうなんだ。わかる。でもその時間差っていうのがどれぐらいなんかなっていう。あ、じゃあ聞かない。じゃあ聞く。おお、難しいな。たまにボケでさ、なんかさっき言ったからやっちゃいましたみたいな言う子おるやん。そうそうそう、それは可愛い。それは聞くわ。おっしゃ。カラオケでユイのチェリーを歌って狙ってる男を一回だけチラ見する。聞かない。聞く。聞かない。聞かない。聞く。聞いたやろ。絶対聞くってこんなん。え、どういうことってなるやろ。じゃあお前ら足りてない想像力が。マジで想像力あるから分かるだけなんだぞ。確かに。稼いよ、ほんま。いや、聞くわ。ストリート系女子がデートの時にたまに着るワンピース。聞く。聞かない。聞く。好き。あかんか。俺はやっぱその格好で来てほしいな。ファッションにうるさいな。そういうことじゃない。家でもファッションチェックずっとしてるの。どんやすゆきが。どうすんの。どんやすゆきが。たぶんどんや。小西が小さかった。スナイデルのショースキンニットワンピースみたいな脇腹が開いてるワンピース。あ、聞かない。聞かない。聞く。聞く。好き。冬のぴったりニット。聞く。聞く。聞かない。聞く。好き。付き合ってない人とエッピーしたくないから告白してほしいなって言ったことある。聞く。聞かない。聞く。聞かない。好き。セフレ君とホテルでするときあえて後ろチャックの服着ていってチャック取ってってお願いする。聞かない。聞かない。聞く。好き。愛情表現が得意じゃないので定期的にお手紙で素直な気持ちを伝えます。聞く。大きく。好き。大きくです。手紙はいつもらっても嬉しい。そう。会社の先輩が俺って丸々だよねって言ってたらそういうところ好きですっていう。聞かない。聞く。好き。ジョンさんダメですか。ちょっと生きてくるようなところが好きだよね俺。俺ってやっぱすげえな。全然そんなことないでしょ。それやって上から乗ってくるところが好きっていう。まあ物によるよな。こういうミスしてまうのな。あ、そう。あ、そっち。俺はネガティブな方やったら、じゃあ好きです。そうそう。自慢じゃないんじゃない？足りてないよ。足りてないな。すいません。絶対反省しないよ。そんなやつ言い方。カウンターで並んでいて突っ込みの時に相手の太ももを叩く。聞く。好き。付き合ってなくても見て今日のお洋服可愛いとか上目遣いで少し首かしげて聞く。聞かない。聞く。聞かない。聞く。好き。もう服全部赤い。うるさいぞ。そういうことじゃない。どんやすゆきがね。だからどんや出ない俺なんで。出世したね。どんやすゆき上目遣いがあんまり好きじゃないんやろな。そこなんだ。好きな人の視界に入るときは必ず小股で歩く。聞かない。聞く。聞かない。好き。いや、分からん。小股なんだっていうことが。いつもその歩幅の人だもんね、こっち側の。おうちデートでかばってほしいとき服の裾を引っ張ってじっと上目遣いで見つめる。聞く。聞かない。好き。どうしたお前ら。ほんまに答えてんねんで。な、いやいや、僕はこういう好きじゃないじゃないですか。前、お前そういう逃げ方すんの。俺もそうなんやけど。じゃあ早すぎもそうなんや。彼の家から帰るとき自分がいた痕跡全部片付けて最後に香水振って匂いだけ残す。寂しくなれ。聞く。好き。彼女が来て枕とかにもさ匂い残ってるやん。ああいうのめちゃくちゃなんかね、めちゃくちゃいいな。そうやな。匂いやな。強いよな。ああ、なんかもらうんだよなってなるわな。お疲れ様でした。いっぱい出たね、150なんで。大変でしたね。すごかった、難しかった。やっぱ人によってなんかあざとさの許容範囲の違うね。でもやっぱ揃った時はもう全員使えるものなんだなと思うからね。シクロが全投資でしたね。ね、まあだからそういうやつもいるぜ。どれやっても聞くやつもいるけど、まあでも好きな子やったらでもだいぶ聞くでしょ。確かにね。それはもう全部聞くな。大体だから好きな子に入ってしまったタイミングでほぼ全部聞くようになるんだ。そうはあるけど手前の話じゃない。まあ微妙なラインやな。まあまあ使えるとこはね使ってみてください。はい、ありがとうございました。